続いての対決はちょっとつ猛進ギリギリチキンレース。さあまずは先行菅井チームの挑戦でございます。菅井どう、そこ寝てみて。え、めっちゃ怖いですね。怖いでしょう。怖い。え、なんかもうでも感覚が分かんないから、そこでもう2人に任すしかね。身を委ねます。菅井はね。佐藤ハブはどう。いやでもかっこいいポーズ。なんだろう、モデルさんのポーズね。いやな。お運びします、菅井様を。お運びします、菅井様を。なんかあんまりにもほら手前すぎるとさ、はい、あーってなっちゃうしね。確かにね。やっぱこうギリギリでうおーっていうのがやっぱ見たいもんね、はい、じゃないと勝てませんからね。そうそう、なんかあれですよね、押した後の余韻もあるじゃないですか、うんうん、それも難しいなって思って。そうそう、そこの赤いラインでしょ。はい、ラインまでしか押せないから結構ガッと押し出さないと。女子のパワーなんて多分結構強めに押し出さないと多分いかないだろうからね。そうよ、だって菅井様の体重も考えなきゃいけないから。そう、64だって。重い。重めのアイドル。さあそれでは参りましょう、菅井チーム1回目の挑戦です。よーいスタート。せーの。あ、いいんじゃない。結構攻めた。菅井が出れない。菅井が出る。菅井が出る。助けに来て。助けに来て。菅井が息ができない。いやー、菅井。おいしい？甘い。いいな。いやー。あなたは今いい仕事をしました。ファイトと同時にお年玉。やっとニャットでした。これはいい仕事。ちょっと強かったか。菅井どう、パイ食らった感じ。なんかもう衝撃すぎて今頭働かないです。最初パッて言って一回自分の顔で言ったのかと思ったのよ。中途半端だったから。素晴らしい伸びしろが。素晴らしいですね。あーすごい、偉いね。綺麗にしっかりついております。ここリカチームの挑戦でございます。さあリカどうですか、今の気持ちは。怖いね。怖い。小田尾関菅井チームのね見てたからなんとなくは、うん、でも結構滑ってたからね、うん、結構滑ってたって言い方は良くないけどね。菅井が菅井が菅井がね。さあどのぐらいで行くのか、うん、後攻理科チームの1回目の挑戦です。よーいスタート。怖い、あんまりやんなくていい。いった。お、ちょっとどうだ。あ、ちょっと待って。ちょっと弱いか。さあ記録は 2.15 2.15 でございます。ちょっと弱かったか。菅井チーム2回目の挑戦ですけども、ハブ、はい、どう、台車乗ってみて。怖いです。怖いね、うん、押すのが森谷鈴本と。あ、パワーがある2人だね。パワーありそうだね。どう2人は自信は。絶対1メートル以内にはやりたいんですけど、ね、1メートル一番盛り上がるところここだからね。さあそれでは菅井チーム2回目の挑戦です。よーいスタート。いった。ちょっとカーリングに近いのかな。あれ、いや弱い弱い。いやそれは弱い弱い。これは弱いなあ。ハブが滑ってるみたいな感じになる。で自力で進もうとすな。尾関どうですか、寝てみて。なんか意外といけそうかもしれないです。あら、自信あり。なんかうまそうなんで。あ、2人が、はい、確かにやっぱちょっとエスっ気のある2人ですからね。ね、うん、小池梨紗はどうですか。尾瀬ちゃんが結構あの小柄なので、うん、どこまで届くかが分からないので。そうね、尾瀬ちゃんちっちゃいもんね。うん、どう梨紗は。でもギリギリを狙いたいなと思います。いや見たいよ。見たい。もう1メートル以内よ、ね、うわーって言いたいもん ね。さあそれでは参りましょう、理科チーム2回目の挑戦です。よーいスタート。いけ。頑張れ。せーの。いった。あ、いいよいいよいいよ。
記録は今回なしということなので、でも記憶には残ったからね、うん、よかったね。記録より記憶に残る女尾関挑戦でございます。菅井チーム乗るのはネル、はい、どうですか。あのゆいぽんとにじちゃんすごい信頼度が高いので、うん、結構ギリギリ攻めれると思います。なるほど、他のメンバーは信頼できないということですそういうことじゃないよね。はい、違います。さあ2人はどう、自信は。結構今話し合ってちゃんと作戦を立てたので。お、なるほど、期待しております。ギリギリいけるんじゃないか。さあそれでは最後の挑戦となります。3回目よーいスタート。さあいた、おっどうだどうだ、いいんじゃないか、あいいんじゃないか、うん、行く行く行く、ああめっちゃいいやつ、なかなかのこれは好記録。さあ菅井チーム3回目の記録は37センチ。37センチ、これはこれはいいですよ。いいですね。さあ小田、自信は。あります。あありますか。あります。2人はどう。でもなんか小田のまなので、うん、ちょっと気を使わずなんかもう全てを託してます。そうだね、うん、さあそれでは泣いてもらってこれでね決まります。リカチーム3回目の挑戦ですよーいスタート。いった、あいいんじゃない、強い強いか、あでもいいぞいいぞ、あれこれいいよ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 、超えてくるか超えてくるか超えてくるか、ああさあリカチームは、リカチームの記録は35センチということで、この対決はリカチームの勝利。まさかの記録だ。これはもう、ああれもう3つしかない配りまくってるから、やったー、いやーこれはすごいすごいすごい、完璧だったじゃん。完璧だよ、完璧だったね。一番盛り上がる最後ね。やっぱ小田の体重を計算して、そうです、ね、72だっけ、違います、75ぐらい、75か、俺と同じぐらい女子プロレスラーじゃない。